上運動食ブータニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら、まあ、ミニマグロパンケーキの中にプリン入れちゃいますかを食べたいと思います。いや、どんな名前そのまんまじゃないですかと突っ込みたくなります。で、中身は、はい、こんな風にふんわりとしたパンケーキ。これ多分本来手で持って食べるやつじゃないと思うんですけど、もうこのままいっちゃいますね。おっと、これちぎったらこんな風になってきましたので、もうこのままいきますね。ちぎったら絶対悲劇になる。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。ケーキなのでちょっと外側はふわっとした食感でしたね。で、その中からホイップクリームとプリンが来て、最初ホイップが強かったんですけど、プリンがちょっと固めで食べ応えがあったので、そこで変化があって、だんだん食べていくうちに、カラメルの苦みやカスタードの甘みも広がってきて、とっても美味しかったです。手で持って食べるパンケーキとして本当に良かったですね。というわけで、こちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。